どうも。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。今日から、はい。アリスチャンネルスタートということで、ありがとうございます。密着していきたいと思っております。ありがとうございます。はい。今日は何まずやっていらっしゃるんですか。あの今ヒップホップなんか TikTok のヒップホップ版みたいなアプリを作ってて、それのプログラミングをしてます。なるほど。ローンチしたばっかりなんですけど、こういうなんか、でこうやって、こんな感じ。先輩ですか。先輩です。先輩ですか。お話ししちゃったので。はい。どうもお名前伺ってもいいですか。幼いです。あ、幼いさんですね。アリスさんとはどれぐらい一緒にお仕事されてるんですか。1年ぐらいですよね。1年ちょい。なんかここの前にあのモデルプレスさんっていう、あのなんていうかニュースアプリ、ニュース作ってる会社があって、そこで私あのフリーランスで仕事してて、その時に先輩もいたんですよ。これがそのヒップホップアプリです。ドームっていうんで皆さんダウンロードしてください。アリスさんってもともとこういうあれなんですか。そのいろいろビジネスってその芸能のお仕事以外もモデルとかの仕事以外ももともと興味あったんですか。興味はありました。なんかビジネスっていうかなんかもともと全然モデルになんかすごいなりたくて上京してなったっていう感じじゃなくて、たまたま、たまたまだったんですよ。スカウトされたんですもんね。そうです、はい、だからなんか別にそういうなんていうか予定、モデルをやるっていう予定でもなかったから、で周りの大学の友達は普通に就職するじゃないですか、だからなんかそういうモデルの仕事以外のこともずっと興味ありました。ちなみに今後アリスチャンネルでどういったことやっていきたいと思ってますか。そうですね、なんか私以外のいろんな活動してる人に会いに行ったりしたいかな。おお、なるほどなるほどなるほど。なんか意外な掛け合わせの職業の人とか。ああ、面白いですね、確かに。まあ、リアルなアリスをね、ちょっと伝えていければ一番いいですね。そうだ。あと、なんかいろんな仕事してるから、なんか何の仕事してるのってすごい聞かれるんですよ。はいはいはい、はい。なんかモデルなの、それともライターなの、はい、みたいな聞かれるので、なんかこうせっかくね番組作ってもらえることになったから、はい、こんなことやってますよみたいなのを分かってもらえるような、はい、なんていうかものができたらいいなって思います。素敵ですね。気持ちも落ち着く場所というか、ここいいですよ ね。あの緑荘って言って表参道と、中目黒とあと、永田町にもオフィスがあります。今からあのラジオ J-WAVE のオールグッドフライデーっていう番組で私あのカフェを紹介するコーナーを担当してるので、それの生放送に行ってきます。今からラジオ J-WAVE 出ます。聞いてね。はい、よろしくお願いします。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。どうですか、もう慣れて全然緊張ってしないですか。もう4年やってるんですけどこれ、でも全然緊張します。するんだ。めっちゃします。なんか生だから。あー、なるほどなるほど。あのやっぱり昨年からですね、お家にいる時間が増えて、このお家でコーヒーをたくさん飲むよっていう声がすごい増えてるんですよ、でチョコも私板チョコを入れたんですけど、あ、全然板チョコでいいんですよ。ありがとうございました。今からもうお腹ペコペコなので夕飯食べます。
イノセントカーベリーっていうお肉屋さんなんですけど、もう3年ぐらい前からずっと来たくて、今日はグルメ仲間4人で夕飯します。お肉三昧になるメニューめっちゃ楽しみです。こんばんは。もう始まってこんばんは。朝からずっとね一緒についてきてくださって、ね、あ、密着なんだっけ。密着やばい、嬉しいんだけど。ありがとうございます。添えてあるお野菜は山椒ですね。山椒のマイクロハーブですから、少しだけピリッとするお野菜添えてあります。めっちゃ美味しい。柔らか。めちゃめちゃ美味しい。最高。はい、めっちゃアニさんが行きたかったメールですね。はい、食べ前からめっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。噂通りの美味しさ。最高ですね。最高です。なるほど。もうさっきからいっぱいお肉撮影 してましたよね。あ、そうです、そうですね。まだ何か撮るんですか？あれ、もうだいぶちょっと疲れてきちゃってます。ずっと今日一緒ですもんね。そうそう、お互いに疲れてるかなって。いやいやいや、こんな美味しいもの見せられちゃったらちょっと僕らもね。でもなんか友達もいるから、ちょっとプライベートな今日今空間なんで、ちょっとちょっとなんかご遠慮して。ウニ、ね、ウニめっちゃ売ってますよ。ウニこれからもっといろいろすごい出てくるんですよ。あ、そうなんですね。だからちょっとなんか自分らで楽しませてほしいなって思ってて。じゃあちょっとせめてあのちょっとお友達ご紹介していただいていいですか？せっかくなんでね。いいですか？すっごくお世話になってる、はいはい、スーさんです。まずスーさん。どうも。スティルフーズ。はじめまして。スーさんです。スーさんどうも。はじめまして。よろしくお願いします。いろいろレストランやってます。あ、そうなんですね、はい。アリさんとはじゃあ結構普段お食事をされたり。そうですね、食いしん坊なんで。あ、そうですか。時々連れてきます。今日も J-WAVE の、はい、あのラジオで、はい、今日ラジオだったの。あ、本当ですか。そうだ、そうなんですよ。なるほど、やっぱり食通なんで、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。美しいあやちゃん。美しい、こんばんは。美しいじゃない。モデルのお友達です。はい、そうなんです。お世話になってます。もう友達歴どれぐらいなんですか？あの、私が一歩、あ、てか、10年ぐらい前だよね、一回、実は会ってて、はいはい、でも仲良くしてるのは、ここ5年ぐらいは、はい、もうかなり。じゃあ、こうやって食事を重ねたり。もうすごいグルメで。めっちゃ食べるんで。いやいや。そうなんですね。そう、食べるの大好きなんで、もう美食家のアリスちゃんにいつもいろんな教えてもらってます。はい。何歩されてるんですかね。されないですね、あんまり。はい。結構喋ってる内容が下世話の話が多い。あの場所を選ばずに、まあまあね、あのこの声のトーンで喋っちゃうから、あんまりナンパとかされないです。あ、そうなんだ。はい、今度それアリスチャンネルそこ掘っても大丈夫か。アリスチャンネル始めるなんか見たい。さっき聞いて。マジ？すごい頑張ってますね。はい、こちらのオーナーの森尾さんです。はい、森尾さんですね。はい、はい、今日はどうも当店ありがとうございます。はい、井上さん、井上森尾さん、井上森尾さん、はい、うちのアリスが大変そうだったから、いえいえいえ、もうずっとなんか来たくて楽しみにしてたんですけどね。私今日はどうですか？いえいえ、嬉しい。後でどうぞ食べてくださいね。もうここオープンされてどれくらいなの？ここ何年ぐらい？5年ですね。5年ですね。ああ、そうなんですね。5年なんです。素敵な場所。はい、はい、生。おいしい。ちょっともうさすがにいいんじゃないですかね。もう取ったでしょ。もういい。もういいですよ。もういいですか。もういいです。じゃあちょっと食事に集中して、ね、ちょっとって感じで。また後で。はい、激戦の話もしたい。激戦の話絶対出せないだろ。絶対出せない。どうも、はい、ありがとう。最高のお食事の。美味しかったでしょう。いや、本当に。裏をね、いただいちゃって、すいませんでした。いいえ。で、今からは今からは、
社交ダンスやります。社交ダンス、はい、じゃ出ちゃわないですか、大丈夫ですか。ちょっと出ないようにグッと押し込めて。なるほど。そして隣のイケメンは一緒に社交ダンスをやっているリーダーの安高くんです。安高さん、どうも。はじめまして。お世話になっております。こちらこそ。あ、そうなんですね。めちゃめちゃお世話になってます。あ、ちなみにペアが組まれてどれぐらいなんですか。ちょうど1年あ、そうですか。去年、はいはいはい、なんか社交パーティーで私がスカウトしました。さすがですね。スカウトされた時ちなみにどうでした。こんな綺麗な方にお声をかけていただきまして大変光栄だなと思いました。これは嬉しいですね。嬉しい。ちなみにそのペア組んでみてどうなんですか、今1年やってて。そうですね、すごいはちゃめちゃなすごい、でも元気のあって、いつもいつも楽しく踊れてます。あ、そうなんですね。じゃあこれからさらに磨きをかけて2021で大会とかあるんですか。発表会をあるんですね。ちょっとその時もぜひ密着させていただきたいと思いますので。来てほしい。12月なんですけど。あ、12月それまでにしっかり鍛錬していただいて。はい、じゃあちょっと今からダンスをしっかり見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ね、トントントン、トン、じゃあ8でこれで終わるんですか。1、8、右足で終わってます。7、8でさっきの一連の流れが終わってると。大丈夫かなって思ってて。確かに、ね、今日金曜日で明日土曜日で、ね、帰りたいですよね。今日一日お疲れ様でした。ということで皆さん、私の一日いかがでしたでしょうか。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。